日本国神奈川県横浜市中区三吉町、三吉町は神奈川県横浜市中区の地名。住居表示は未実施で、町名は設けられていない。2020年5月31日現在、498世帯618人が暮らす。中区の北西部、中村川の北側に位置する。東は長者町一丁目、南は南区中村町一丁目。 西は南区万世町、北は千歳町にそれぞれ隣接する。商店や中小企業が立ち並び、東端の一角には簡易宿所が並ぶ。町内に鉄道路線はなく、隣接する千歳町の大三橋通りや長者町の横浜駅根岸道路には、横浜駅や桜木町駅からの路線バスが運行されている。 横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢崎長者町駅は、町内の最も近いところから600メートルほどである。市立小中学校に通う場合、全域が横浜市立南吉田小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。江戸時代に吉田神殿として開拓された土地の一部で、1872年から1973年頃に、 三好町の町名が付けられた。町名は、縁起を担いだ、随章地名である。1889年には、市政志向により横浜市の町名となる。当初は1から5町名、後に1から4町名のあざ町名が設けられた。1927年、区政志向に伴い横浜市中区の町名となる。 1930年には中村側に架かる三吉橋のたもとに大衆演劇の常設劇場となる三吉演芸場が開館した。1943年には中区から南区が新設され、三吉演芸場や三吉橋を含む時3.4丁目が南区に編入されたが、翌1944年に万世町に統合された。あざ1.2丁目も後に廃止されている。 1990年3月には中村川の上部に高架橋構造の首都高速神奈川3号刈場線が開通した。ありがとうございます。